オプンティアはサボテン科の属の一つ。いわゆる、内輪サボテン類の中で、典型的な種の多くがここに属している。約200種が知られ、サボテン科の数多くの属の中で、最も多くの種を要する属でもある。茎の高さは種によっては2メートル以上になる。原産地は主にアメリカ州で、しばしば群生する。植物体は平たい内輪のような茎が連鎖する。 オプンティアの若い形節形節が若い頃は柔らかい、薄緑色の鱗片状のものがついており、これはこの茎から出た葉である。サボテン科で最も特殊化の進んだ、柱サボテン類と異なり、こうしたトゲになりきっていない葉があることから、うちはサボテン類が、この葉サボテン類に次いで、原始的な形質を持ったサボテン科植物であることが、わかる。成長するにつれてこの葉が落ちると、 その脱落箇所から、茶色や白色などの棘が無数に現れる。この刺しが密生した部分がシザで、最初に脱落した葉の液画から発達した単枝に相当。シザに密生した刺しは、単枝から出た葉が変形したものである。この棘は、野木刺しと呼ばれ、微細な逆刺しが密生している上に、指などに刺さると枝から抜けて、取り出しにくいため、大変厄介である。 の木刺しが抜けてもシザの成長点からは新しい、の木刺しが次々に作られる。6月頃、茎の円のシザに花をつけ、花を咲かせる。紫色の果実をつけ、メキシコやタイ、イスラエルなどでは、主にオフィクス・インディカが重要な果樹として扱われる。再生力が強く、茎を細かく切って、砂の上に置いておけば、やがてシザから、芽が出して、 新しい個体にまで成長する。また、体感性がある種では、冬場に雪が積もると枯れたようにシワだらけになってしまうが、春になると、茎の張りとツヤを取り戻し、新芽をいぶかせる。メキシコが衆国の国章と国旗に描かれている。サボテンは、スペイン語でのパルと呼ばれ、オプンティア族に属する。オーストラリアには19世紀に、千人サボテン、学名、 オーストリクタなどが移入され、侵略的外来種として、深刻な被害を及ぼしている。内輪サボテンの果実は、カクタスペア、トゥナといった呼び名で、南北アメリカ大陸、地中海沿岸域から、中東地域にかけて、食用として流通している。アメリカでは平たい茎の部分を、のっぱると呼び食用にするが、旧大陸では主に果実を食べる。茎は、ステーキや煮込み料理など、 様々な料理の食材として利用される。果実は夏から秋にかけて熟し赤や紫に色づく。この色の成分はテーブルビートと同じくベタラインであり、多色すると尿が赤くなることがあるが健康に問題はない。メロンに似た弱い香りがあり、パイナップルやキウイフルーツと同様にタンパク質消化酵素が含まれている。生のままジュースやサラダとするほか、 煮詰めてして、生花食材にする場合もある。うちはサボテンと、果実屋台で売られている、トゥナー、うちはサボテンのみ、メキシコオプンティアオバタの花オプンティアロブスタの、花オプンティアパリキャンサオオプンティアフラギリス。ありがとうございます。